阪神、坂本誠志郎、84試合、2割2ブロクリン、0本21打点、OPS543、2800万から、一番査定が難しそうな選手。爆上げやろ、隠れ MVP やぞ。ようやっとる、来年 FA やからそんな上げんやろ。梅野が1億6000万なら2億はもらっていい。8000万ぐらい。6500万、5000万とかちゃうか？いくらなんでも品出すぎやろ。6000万くらい。6000万やな。5000か6000万くらいやろな。キャッチャーとしてはそれなりやったし4500万。倍増は最低ありそうだが。持ち上げまくって投手力落ちたら死ぬほど叩かれるんやろな。言うて OPS 低すぎんか？4000万くらいちゃう。試合数もそれなりに少ないな。7000はいきそう。チームタイトルと個人タイトルあるから倍増は硬い。7000万くらい。守備での貢献考えたら6万万ぐらい行くんやろな。打撃成績だけ見たらファミスタのピッチャーやん。7000とかマジかよ。優勝補正ってことよな。倍増くらい。5600万が一番綺麗。元が安いし倍増でもええよな。一部のアホは坂本がリードすやどんな投手でも貫通できると信じとるからな。こいつらほんまうざいわ。日本一のビールかけでどんでんが孫に話すような声でありがとう言うとったな。ご視聴ありがとうございました。